ビーチクルーザー、ビーチクルーザー、ビーチクルーザーとは、アメリカの伝統的な自転車である、クルーザーバイシクルをもとに、アメリカ西海岸のサーフィン愛好家、サーファーたちによって、製作、使用された改造車、並びにその様式を模して新たに製造された自転車で、ある。日本国内においては、原型である、クルーザーバイシクルも、ビーチクルーザーと呼ぶ場合が多い。なお、 クルーザーバイシクルは略して、クルーザーバイクと呼ばれることも多い。広大なアメリカでは、ヨーロッパのような都市間移動手段としての実用的な、自転車文化が根付きにくかった。ペニー・ファージングが廃れた後に、イギリスからロードスターを輸入し、19世紀末には、シュウィンやコロンビア、ホーソーンなど数社が国産化したものの、その後も自転車を取り巻く環境は同様であり、二輪車も、 オートバイの開発に重点が置かれた。1920年代以降、フォード社などによる自動車の大量生産によるモータリゼーションの時代へと移行することによって、アメリカの国内一般向けの自転車は、主に近距離専用の移動手段として、自動車が使用できない、あるいは使用する必要のない状況、大規模な倉庫、工場内での移動や、ごく近距離の通勤、通学、運搬など及び、 自動車免許取得年齢に達しない青少年向けに特化されていくことになる。日本のビーチクルーザーの原型であるアメリカのクルーザーバイシックルの歴史は古い。航空機は1930年代に入ると高速交通機関としての発達が著しく、その影響で鉄道車両や自動車なども航空機に着想を得た流線型デザインが流行した。オートバイも 流線型を取り入れたものが数多く発表される中、1934年にシュウィン社がエラサイケルの名でオートバイや航空機をモチーフにしたストリームラインデザインの剣道な自転車を発売し、青少年に支持されて爆発的な人気を得た。追随して他の自転車メーカーもこれを模倣した自転車を次々に製造、1940年代には多くの派生型を生み出し、 アメリカ国内で生産される自転車デザインの主流となった。アメリカの自転車産業が台湾、中国に生産拠点を移した現代においてもアメリカンタイプのスタンダードデザインの一つとなっている。1945年の第二次大戦終戦後、日本の工業生産力が低下して物資が極端に不足していた時期には、新中軍が配給物資としてクルーザーバイシクルを持ち込み、 日本各地で実用車の代用とされて、運搬やリアカーの牽引などに使用された。1950年代は、クルーザーバイシクルにとって、流星の時代となった。第二次大戦後のベビーブームに生まれた、ベビーブーマーたちの友として、膨大な需要が生まれたためである。1963年、シュウィン社が発表した、ストリームラインの子供用小型クルーザーバイシクルから、 発展させた得意なデザインの自転車、スティングレーが多くの少年たちに支持され、その追随者たちと共にハイライザーと呼ばれるジャンルを形成した。これらは後の BMX やローライダーバイシクルの原型である。1970年代初頭には自然回帰思考や環境保護意識の公用により、アメリカ国内においてバイコロジーと呼ばれた自転車ブームが起きた。 しかしその需要の中心は、ジュースピードと呼ばれたヨーロッパ風のスポーツ車であり、伝統的なクルーザーバイシクルの勢力は衰えを見せていた。一方、1950年代から60年代にかけて広く普及し、70年代にはガレージや庭先で眠っていたクルーザーバイシクルにカリフォルニア州などの海岸地帯のサーファーたちが目をつけ、 ビーチまでの気軽な移動手段として愛用するようになる。サーファーたちは、錆びつき、凹み、歪んだ泥除けやアクセサリー類を撤去し、色あせたフレームにペイントを施すという簡単な、改めを施したが、それが、クルーザーバイシクルがもともと持っていた、凝った曲線の造形を持つフレームなどの美しさを、引き立たせるという、思いがけない効果を生み、時代遅れになろうとしていた、クルーザーバイシクルに、 新たな息吹を吹き込んだ。これを見た自転車メーカーでは、初めから泥除けなどを持たないシンプルな製品を供給するようになり、これらを指して、海岸を走るクルーザーイコールビーチクルーザーという名称が一般的に使用されるようになった。また1970年代には新たな自転車の誕生を促した。バイコロジーブームでロードバイクが流行する中、アメリカ、 カリフォルニア州の若者たちはこの忘れ去られつつあった自転車を山で遊ぶそうとして再発見する。すなわちマウンテンバイクの誕生である。頑丈であるという理由から第二次世界大戦前に作られたシュウィン社のエクセルシオールが使われ、このフレーム設計が初期のマウンテンバイクのフレームに採用されている。1995年にシュウィン社は創業100周年を記念して、 同社が1949年に発売しヒット作となったブラックファントムの復刻版を発売。これが刺激となってノスタルジックなクルーザーバイシクルの市場が復興し一部は日本にも輸入されている。2004年にシュウィン社はスティングレイの名を継きつつ全く新しいスタイルを持つ新製品スティングレイ20を発売する。これは 映画イージーライダーなどで知られる、チョッパーバイクを模した、低く長いフォルムを特徴とし、またもや多くの追随者、模倣者を生むヒット作となり、主運者自身もいくつものバリエーションを追加するに至った。これらは、チョッパーバイシクル、または、オーバーサイズとも呼ばれる。前期のようなモーターサイクルを意識した、ストリームラインの頑丈なフレームに、大きめのハンドル、 太めのバルーンタイヤを装備しており、さらにサスペンションや大型のヘッドライト、燃料タンクを模した部品などで装飾されているものもある。3から5速程度の内装式変速機を装備している場合もあるが、大抵は変速機構を持たない。どちらかといえば安価な自転車といえるが高価格のものも存在する。制動装置は前、後輪の両方にキャリパーブレーキがあるものと、 前輪がキャリパーブレーキで後輪にコースターブレーキが装備されているものとに分かれる。前者は一般的な自転車と同様だが、コースターブレーキを装備したものは、ブレーキレバーはハンドル右側の前輪用のみとなり、後輪はペダルを逆回転すると、ブレーキ機能が働く仕組みである。なお、アメリカ国内向けの製品には、前輪ブレーキが装備されていない場合が多い。ごく稀に、 トラックレーサーと同じコテギアのブレーキがないものも存在する。コースターブレーキは日本の一般的な自転車、ひョイ、ママチャリなどには馴染みが薄く、うっかり逆回転させるとブレーキ機能が働くため慣れるまでは乗りにくいなどの評価もあるが幼児や老人でも握力を必要とせず足で効率よく制動できるため欧米では一般的なブレーキ機構である。 日本では、サーファーが浜辺まで移動するための自転車として紹介され、持ち込まれたため、サーファーの集まる浜辺周辺では、サーフボードを積載する部品である、ボードキャリアを車体に取り付けての使用例が多く見られる。車体デザインに特徴があり、日本では主にファッションにこだわる若者が好んで、使っていることが多い。現在では、いろ,いろなカラーが出ているが、サーファーファッションともに、 日本に持ち込まれ始めた当時は、アメリカ的雰囲気を高める仕上げとして、フレームを含む鉄製部品をくまなく黒むッキしたものが多く見られた。なお普通自転車の寸法規定をオーバーするものは、歩道上を走行することはできない。法令では、普通自転車は全長190センチメートル、車体幅60センチメートル以内。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。